にちは、サイクルオークです。いつもご視聴どうもありがとうございます。今回は割とレアな企画でして、僕も非常に楽しみでワクワクしています。でその種明かしは、サムネイルでご覧になった方は、もしかするともう分かっていると思うんですけども、ここに2台のロードバイクがあります。共通点があります。何でしょうか。まずロードバイクであるということはあって、あとカーボンバイクであるということもあります。ところが今回の主題はそれではなくてコンポなんですね。でコンポどちらもアルテグラがついてるんですけれども、 DI2 なんです。で DI2 といっても、こちらについている DI2 は R8100系という12速の最新型です。それでこちらについている DI2 は同じアルテグラなんですけれども、1世代前の R8050系と呼ばれているものです。それでご存知の方いるかもしれませんが、こちらのロードバイクは実は借り物でして、そろそろ返さなきゃいけないんです。ということで最新型と1世代前の DI2 が揃っている機関っていうのは非常にレアなんですね。それでそのレアな機関を利用して DI2 同士を比べてみたいというのが今回の企画です。例えば情報によるスペック比較とかは当然できるんですけれども、まさに実際のものがここにありますので、各パーツがどんな感じで変わっているのか見比べてみたい、それと変速性能はどうなのか実際回してみて見比べてみたい、そういった試みをやっていきたいと思います。それでは行きましょう。それでは各車種の紹介をしていきましょう。左側は私が2号さんと呼んでいるバイクでして、私がフレーム選び、パーツ選びから全てバラカンしたものなんですね。数年前に自分で一から組み立てたものです。で後ほど DI2 に換装しまして、今 DI2 はアルテグラの DI2-8050 バージョン、11速の最小バージョンがついています。でこちらの新しい新型 DI2 のアルテグラの方なんですけども、以前の動画を見ていただいた方は知ってるかもしれませんが、ビシャという国内ブランドのカーボンフレームのバイクに鳴島フレンドさんの協力を経て、パーツを全てカスタムメイドして作ったものです。ですから標準的なビシャのラインナップと比べると相当贅沢な作りになっています。でこれにもアルテグラがついていまして、新型アルテグラ8150系ですね。で STI レバーだけはちょっとそのこだわりがありまして、デュラエースの STI レバーがついております。というこういう2台について、新型 DI21 世代前の DI2 というものがついてますので、この1世代違う DI2 の各パーツ構成についてまず説明していきたいと思います。でまずはスプロケットですけれども、旧型いきますか。旧型がこちらですね。私がぜひとも 34T が欲しいということで 1134T です。ただしこの世代のアルテグラには実は CSR8000系としては 34T がなくて、 GRX系の CSHG800 というものを使っています。それですと 34T のラインナップがありますので 1134T ということですね。各ギアの構成についてはこの辺に書いておきたいと思います。対しまして新型 DI2 の方ですね。新型 DI2 の方がこちら。これはアルテグラ系でちゃんとスプロケがありましてですね、 CSR8100 の12、11の 34T です。各ギアの刃の構成についてはやはりこの辺に書いております。でポイントとしてはですね、やはりこの辺のトップギア近辺を 1T 刻みで刻んでいるので、高速域のつながりが非常にいいんですよね。ですので私はこちらの方がやっぱり当然ながらいいなと思ってます。でもう一つの違いはですね、ハイパーグライドプラスというものを使っているんですよ。スプロケの刃の形がちょっと違っているのが分かりますかね。この辺で削れてるわけじゃなくて、この辺とかこの辺とか、要は位置によってスプロケの刃の形が違ってたりするんです。でこれによってトルクをかけてもちゃんとギアチェンジがスムースにできるっていう、そういう工夫がなされてるらしくて、それがハイパーグライドプラスという形で、新型のスプロケにはそういったテクノロジーが搭載されています。で旧型の HG800 ですけれども、ハイパーグライドプラスが搭載っていうふうには言われてないんですね。普通の形に近いんですかね。だからスプロケの刃の形っていうのは新型と比べるとどちらかというと普通の、そんなに刃の形が場所によって違うみたいな、
そんなような構造にはなってなくて、なんとなく揃った形をしています。でもう一回新型の方に移りますと、で新型の方はギアチェンジがしやすいっていうことなので、ちょっと後半の方で私近所の坂道に行ってきたいと思います。そこで坂道を登りつつトルクをかけつつローギアに落としていくっていうことを撮影していきたいと思うんですね。でその撮影の結果に関しては後半お伝えしたいと思います。で次はフロントディレイラーですね。さてフロントディレイラー、こちらこれが旧型です。この大きさを見ておいてください。で新型をご覧いただくと、新型はこうです。いかがですか。なんかもう新型って普通の電動に見えないぐらいコンパクトになってますよね。ということで非常にそのフロントディレイラーの大きさについても進化しています。次にリアディレイラーいきましょうか。リアディレイラー、これが旧型です。で私が 34T をスプロケとして使いたかったので、アルテグラの GS タイプというロングゲージにしています。で新型ですけれどもこういうものですね。で新型はですね、実はロングゲージショートゲージってなくて、全てこのロングゲージ対応になってます。ですからまあ、 あのショートゲージを選ぶ必要はないということですね。でこのディレイラーってまあ見かけはそんなに変わってないんですけど、大きなポイントがあるんですよ。でこのリアディレイラーは DI2 の心臓部になってまして、この中にワイヤレスユニットとか、あとジャンクション A に相当する充電ポート、あと操作スイッチついてます。で操作スイッチ今押してみますと、ほらこんな感じで緑のランプつきますよね。ですからこの新型になった瞬間に、今までジャンクション A って言われているものはいらなくなっちゃったんですね。でこのスイッチの操作性も良くなりました。でジャンクション A っていうのは、私はここにつけてます。これがジャンクション A です。ちょっとなんか、ああ来た来た、ようやく。それでジャンクション A っていうのはこれなんですけど、ここにボタンがあって LED もあるんですけど、まあ、ちょっとこのボタンがちっちゃくて硬くてですね、操作性が悪いんですよね、ですからまあジャンクション A がなくなってしまったっていうのは別に問題なくて、それに相当するものがリアディレイラーの方にまとめられたっていうことで、私は別に正当な進化だと思います。で次に STI ですね。で STI はスイッチがこんな感じでありまして、スイッチが3つあります。これは右側 STI、 つまりリアディレイラーの操作をするんですけれども、このザラザラの方でシフトダウン、ツルツルの方でシフトアップですね。 D フライスイッチっていうのもついてまして、 D フライっていうのはですね、ここにスイッチがあるんですよ、ここ。めくると見えるんですけど、こんな感じのスイッチがありまして、これで再婚の操作ができます。で STI レバーについては、新型はデュラエースがついてますんで、まあ、ちょっとそのアルテグラではないんで、あの純粋な比較はできないんですけども、 STI レバーはそんなに衣装としては変わってないですね。これも D フライスイッチちゃんとついてますね。でこの尾車に関してはワイヤー引きのディスクブレーキを使っているために、リムブレーキタイプの STI です。ですから油圧ではなくてワイヤー引きの方を STI レバーとして選択してます。その方がすごく軽くてですね、新型の場合もしアルテグラバージョンだと油圧だとペアで 391g、 それがワイヤー引きになると 295g なんですね。で 96g 軽くなるんです。でこれはデュラエースにしてますから、さらに軽くて、デュラエースのワイヤー引きって 230g しかないんですね。ですから 161g STI レバーで軽量化がなされています。その代わりちょっと弊害として、ワイヤー引きの STI レバーってなぜか無線通信ができなくてですね、 STI からエレクトリカルワイヤーをちゃんと這わせて有線接続しなきゃいけないという、そういう仕様になってます。で旧型の方は無線なんてないですから、全てのコンポをワイヤーで、エレクトリカルワイヤーで接続する必要があります。その辺が違うところですね。あと細かい点ですけども、配線用のエレクトリカルケーブルっていうのが変わりました。
この太さを見といてください。で、新型はというとこの太さ、つまりこっちの方が若干細くなったんですね。で、その結果どういうふうになったかというと、こういうエレクトリカルケーブルのコネクタをはめ込んだり外したりっていうツールがあるんですけど、この TLEW02 っていうツールなんですが、これを使ってこういうふうにケーブルを取ったり、あとこれを使ってケーブルをはめ込んだりするんですけど、これがですねこっちはケーブルの仕様が違うので細いので、これじゃ使えないんですね。ですから新しいツールを使わなければなりません。その型番は TLEW300 というものですね。まあ数百円の安いもんなんで買い直してくださいねっていうことなんでしょうけど、まあ残念ながら互換性はなくて、この旧ツールは使えませんということですね。それでは変速の状況をお見せしたいと思います。まずはディアディレイラーから、これは1世代前のものですね。で、1世代前だったとしても特に文句はないぐらい素晴らしいものなんですよね。で、ちょっと早めに変速をしますと、いやもうなんかこれで文句があるのかぐらいな見事な変速ぶりなんですけど、じゃあ次はフロントですね。フロント行きましょう。それではフロントの変速です。フロントは今アウターに来てますのでインナーに落とします。問題ないですよね。で、上げますね。下げます。上げます。下げます。もう一回上げます。いかがでしょうか。これとて非常に素晴らしい上げ下げっていうことで、特に私としては文句ないんですけど、これが新型になるとどうなるかっていうところですね。では新型の方のリアとフロントの変速の状況を見ていきましょう。さて、新型 DI2 です。変速していきますね。いかがでしょうかね。まあ確かにストレスなく上がる下がる変速するっていう感じはしますね。いかがでしょうか。まあこれも問題ないと、文句ないですっていう感じですね。じゃ次フロントいきます。ではフロントの変速ですが、フロントの性能向上が売り物っていうことなので注目したいと思います。今上がってますね。で、下げます。下げますよ。スッと下がりましたね。で、上げます。下げます。上げます。下げます。なんかやっぱり、ビアディレイラーのごとく上げ下げできますね。なんかガシャガシャガシャって言わないですよね。スッと上がり、スッと下がる。スッと下がり、スッと上がる。スッと下がり、スッと上がると。まあ、時たまピンが来てない時に、変速がしてしまったら、まあ若干ジャラって音がしましたね、今なんか。でもまあ新型よりかはずっと速い、なおかつスムースな変速だと思います。はい、次はハイパーグライドの効果ということで、坂道をちょっと登ってみたいと思います。それでトルクをかけてディアの変速がどんな風になっていくのか、新旧で違いがあるのかどうかっていうのをご紹介していきたいと思います。さて、いつもの坂道にやってきました。この坂道登りながら変速をしてみたいと思います。で、 GoPro をですね、この辺の
うまいこと変速が分かるようなゾーンになんとか据え付けて、坂道登りながらトルクをかけつつ変速をしていく、つまりまあローギアの方にダウンしていくっていうことをやってみたいと思います。それではどうなるかということでお楽しみください。それでは平地でのまずギアのチェンジ具合をご覧いただきたいと思います。今トップからまあ難なくあのローまで持ってきましたけど、非常にまあ平地でトルクがかかってない時はスムースに動きます。それでは坂道に差し掛かりますので、だんだんトルクかけながらギアダウンしていきますよ。なんかトルク抜かないとなんかギリギリって感じで上がっていきますね。それでも DI2 なんでなんとか上がってくれますけど、もう一個上げてみましょう。これでアウターローですね。一回下げてもう一回上げてみましょう。なんかいかにもギアに悪そうだという感じで、ちょっとあんまり長くやりたくないですね。以上、通常 DI2 8050系の DI2 での坂道でのギアダウンに関しての動きでした。さて今度は12速の新型 DI2 の方の撮影に移ります。例によって平地で普通に負荷をかけずに変速で、次に坂道登りながら負荷をかけてトルクをかけながらのローギアへのギアダウンということでやってみます。それでは一旦ギアをトップに持ってきまして、で一段ずつ下げていきます。これが負荷が低い状態での変速の状況です。で一回トップにもう一回持ってきまして、それで負荷かけながらギアダウンしていきます。どうですかね。まあ負荷をかけながらも上がるなっていう気はします。ただしなんかやっぱトルクを抜いてあげた方がギアに優しいしスムースだなっていうのは如実にわかりますね。だからハイパーグライドとてトルクをかけずにトルクを抜かずにギアダウンしていいんだっていう、それはちょっと乱暴かもしれないような気がしますね。はい、今度はスローモーションで撮ってみましょう。
はい、いかがだったでしょうか。今回は新旧 DI2 について徹底的に比較検討を行いました。で、まあ私の結論ですけれども、やっぱりシマノが満を持して進化させて投入したものですから、新型の方がいろんな面で優れてるんだと思います。ただし1世代前のこのぐらいでも全然文句はないですね。ですから私の意見としては、11速の DI2 を持っている方は急いでこれに乗り換える必要は全くないと思います。これでも十分満足ですよね。で、ただまあ新しくこれから DI2 を買うんだ、 DI2 に取り替えるんだっていうことを考えている方は、値段を考えなければやはり新型がいいと思います。12速にもなり、配線も簡素化され、変速性能も優れていてということで、新型の DI2 が旧型よりも劣っているところってほとんどないような気がします、値段以外は。ということで、今回は前々からやりたかった最新世代の DI2 と1世代前の DI2 の総合的な比較評価を行いました。いかがだったでしょうか。このチャンネルではこんなように自転車のメンテナンスやパーツやアクセサリーの評価、いろんな楽しい使い方などを紹介しております。今回の動画がちょっとでも参考になった、楽しめたという方は、ぜひともグッド評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。